動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。今年もトレインドリフトフェスティバルのシーズンがやってきました。しかしながら、アンドリューレボリューションとエンティフォーにより、ディーン兄弟は苦しめられているのが現状です。それでもドリフトフェスティバルは実行されることから、ここいらで環境の変化が大きく決定づけられることとなります。逆境にさらされるディーン兄弟、さすがにこのトレインドリフトフェスティバルという大きな舞台は譲れないはずで、あの兄弟にとっては一種の死活問題とも言えそうです。右上のぴょんたプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。さあ、始まったぞー。今年も張り切っていくぞー。トレインドリフトフェスティバルー。油断するんちゃうで、油断してたらえらい目に遭うで。あれもここにいる時点で状況が知れるものだが。さてさて、カラスマ戦のメンツも元気にしているんだろうな。悪いけど、どこを行ってもディーン兄弟にとっては逆境ね。そうですよ、今となっては全域がアンドリューレボリューションとエンティフォーの対象ですので。父俳優じゃねえかー。どうして驚くことがあるんですの。何もおかしなところはありませんよ。いや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 、父俳優がおる時点で例の革命の渦中だって。俺らは先に移植を受けたから、なんとか持ちこたえることができたぜよ。実質的にアースムーンのコンサートバッジを持ってる状態さ。カラスマ戦の車両よ。ディーン兄弟はもうすぐ目覚めるのじゃろうか。何を言うてるんや。ディーン兄弟はハーモニーゴンドラ中、アースムーンのなり損ないのマガイモンと同調してたやろ。マガイモンとは、なんともひどい言いようではないか。だったらなんで音の木の3組目にビビることがあるのかな。さあ、みんなでいつものあのセリフを言ってみよう。せーの、どうしてこうなった、どうしてこうなった、なあんで音の木の3組目にビビってるんだよー。ほらー、何ギャラリーに言わせとるんやー。それに音の木の3組目にビビることがあるかー。ディーン兄弟スターポモンプになく、ボルテージがマックスになってるわ。やはりのー、やはりのー、ディーン兄弟は大ピンチじゃのー。ですが大ピンチなのはハーモニーゴンドラとしか同調できていないバトラー全般ですよ。赤田組でも例外なく、ハーモニーゴンドラだけでは心もとない話ですよ。そうは言うけど、何が起きるっちゅんや。ルミナスハーモニーとかで証明してみたらどうや。もちろん今回もやりますよ。それでディーン兄弟が悶絶すれば末期ですけど。やってやろうじゃねえかー。うらー、その件ですけど、こっちにも音の木の3組目が侵略しておりますので、ディーン兄弟も共存するのが手っ取り早いと思うんですよ。俺とうだってやりてえんだけどよー。どうしても飛ばされちまうんだ。そもそもの話で、何故にスクスタ仕様が苦手なのかが問題じゃ。いくらなんでも結論だけ聞いても仕方のない話じゃ。じっくり聞かせてもらおう。黒幕だとー。みなー、もう一回行くぞー。どうしてこうなった、どうしてこうなった、そんな黒幕はどこにいるのだー。ドラグーン、さっきから異常事態の
の件ばっかやないか。そんなに音の木の3組目が怖いんか。なんでやねん。スタートも相当に難儀してるな。7月とかどうなるんだよ。この先が思い知らされちまうぜ。そうやな。そうなったらここで一発決めとかなかんか。ルミナスハーモニーの時間がやってくるよ。それでディーン兄弟がどう悶絶するのか見どころね。グノマクのシルエットが映るんやろうな。どんなるんやろうな。ディーン兄弟兄弟、下手したらこのタイミングでカナリアに変身させられちゃうかもね。演技でもないな。ルミナスハーモニー一発でさせられるのはシャレになんねえ。さてどういう影響が起きるのかじっくりと見させてもらおうじゃないの。さあ行くでー。これで悶絶してたら間違いなく黒幕の影響やで。私とあなたは出会ったの。何気ないことで心震えた。不思議ね、あなたといるとね、いつもと違う。素直になれない私は嫌いだわ。キラキラと電撃食らったような感覚が来てるぞー。ゲロ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 しよう。スタートー。加減してくれー。やっぱな、例の黒幕の影響なんやって。まあ、よくも音の木の3組目を利用するもんやわ。この世で感じるものじゃない匂いが当たり一体を漂わせてる時点で奇妙ね。あれ、この気配だけど天下と似てるぞ。一体どうなってるんだ。ものすごく不思議だぜ。噂になってるもう一人の大天使がもうそこまで近づいてるのね。あったら突き止めなきゃ。リン兄弟やけど音の木の3組目にビビってるんや。脳死に天下と似てるっちゅう噂の黒幕にビビってるんや。こりゃ月鉄界隈は混沌を一層極めることとなるで。はそうだろうそうだろう。そうに決まってるぜよ。トレインドリフトのバトラーというものが音の木の3組目にビビるような要素などあるかよ。むしろ京都の花札屋版とアニメ版の食い違いで遠慮してるようにしか思えないんだけど、どうかなあれ。一見するとそのようにも見えなくはないわね。だけどグラチャンルートに京都の花札屋版が集中してるから、カリンカルートをメインに暴れ回ってるドリフト陣営にとっては馴染みが薄いんじゃない。随分と前まではむしろカリンカルートが大多数だったんだがな。気がついたらグラチャンルートばかりになっちまったな。まあ元の本編がグラチャンルートなんだ。やっぱりグラチャンルートが月鉄界隈におけるメインルートにあたる攻略になるのね。そうなるとやっぱりネクロシスとか仲介の存在が大きなボトルネックになってたってことね。将来月鉄界隈の全ての路線がグラチャンルートに統一されるかもしれへんわな。てかそうやらへんと近鉄のご移動みたいに大規模な研修車庫が置かれへんのや。それを新たに置くとなったら、ロンドと青山の間になりそうね。よりによって三王鳥より東側に。わざわざ西側に集約させんでもええやろ。確かに東荒野岩米線とかに、いろいろとあるんやけど。ディーン兄弟もドック入りするときが、大変なことになってるんじゃない？そうだ、ボンボヤージュ、つてで頼みがあるんだけど、いいかい？ハローさんとかと同調させてくれってか。そういうことならお安いものだぜ。だけどうまく同調できるかが別の問題となるんだがな。もしハーモニーゴンドラとしか同調できなかったってなったら、それこそ月鉄界隈での攻略で生きなじることになるぜ。そうならないように全力で行くぜ。アースムーンとも同調させてみせるんだ。そうかな。最低でもハローさんと同調できないとな。音の木の3組目の京都の花札屋版はアニメーションで動かすのにかなりの
パワーがいりますので、ハーモニーゴンドラでは太刀打ちできない話なのです。その割にはこっちにも波及してるんだけど、やっぱり赤田組の影響がでかいのね。気がついたら、近鉄界隈でもあちこちで、繁殖してたぜよ。ただし、これは赤田組の都合もあるんだがな。このトレインドリフトフェスティバルもな。そう、トレインドリフトの都合で、近鉄界隈においても広めておいたんだぜよ。こいつら、なんで音の木の3組目が、至る所で見かけるのだと、不思議に思うてたんやけど、トレインドリフトのためのやり口やったんか、それでどうするつもりや？これもピーターと日光占い対策です。9820系の、暴走で日光が飛び出すことを、防止しないといけません。おい、なんで七俳優が日光占い対策を、やるんや。この前のマドラスドリームでも、5820系が、死んでおりましたので。おっと、今のスタート相手に日光たちはアプローチできるか？爆弾仕掛けてあるから、一発ドカンと行くぜよ。それでもやってくるかだな。あいつらのことやから、懲りずにやってくるやろう。そして、ドカンと俺を取り囲むようにして、日光たちを爆風が襲いかかるわけやな。完全に日光たちを本気で殺しに行ってるのが今の赤だるみ。8アンペア系がデビューしたら5820系は間違いなく捨てられるだろうな。さあもう一回行くぜ。準備はいいか？性能、どうしてこうなった？どうしてこうなった？早くも5820系は電池切れか？何のことかと思えば、SG オールスターとマドラスドリームか、双方から刹那のビリスタ送りを、否定されたのだから、気にしなくていいな。てか、今のスタートって、10万周でスーパードラグーンになるはず。音の木の3組目中条件付きやけど、ワンヒット制やと心強いんやわこれが。これで乗り切った緊急事態が、2024年度に多くありました。SG オールスターも高みの見物でしたよね。まるで人工 ATS さんみたいでしたよ。なんでスタートは自然とそのような立ち回りができるわけ？まるでエモリアの魔法にかかってるみたいね。あんだって、エモリアの魔法だと。東京ラプソディでも、こうにしておりましたけど、ディーン兄弟が後半に、死んでおりましたので、あまり伝わっておりませんでしたね。ディーン兄弟の身に何があったんや？まあ、このドリフトフェスティバルにも、七俳優がおる時点で知れてあるわ。最近量産出てきとるで。今年になってから急激に、出番が増えてるんだよ。今のグラフィックになって制約がなくなったのが大きいようです。それかー、チックショー。AI と共存できんと、こんなことになるんやで。エモリアってのが何なんか、よく知らないんだけど、どこかで対面した時に、その進化が問われるところね。
他のエリアも見たところだとビビッドも淘汰されていってるみたいよ。3組目と違って京都の花札屋に進出しなかったのが命取りでした。音の木の1組目が軸のところはおそらく全面的に逆境じゃろう。どうやら音の木においても知らぬ間に世代交代が起きたようじゃ。